あわや大惨事と思わせる映像、実はこちらの訓練場には2台の車が置いてあります。ガソリン車と電気自動車なんですが、これから火災を発生させて消火訓練が行われます。今後増えることが予想される電気自動車の火災を想定した訓練での一コマです。電気自動車の動力源、リチウムイオン電池に傷をつけるなどして人為的に車両火災を発生させます。リチウムイオン電池には一度燃え始めるとエネルギーを放出し尽くすまで燃え続ける熱暴走という現象が発生する性質があり、鎮火に至りにくいとされています。訓練ではノルウェーの企業が開発した2500度まで耐えられるファイヤーブランケットと呼ばれる耐熱布で空気を遮断して無事鎮火、水が乏しい高速道路やトンネル内などでも使える優れものということです。2035年までに国内の新車販売のすべてを電動車にする方針を打ち出している日本政府、この日は県内外の消防関係者も訓練を見学しました。カーボンニュートラルと今言われていますので、今後、そういった自動車等が普及してくると思います。それに対応した、消火、技術、消火資機材というのを、考えて活動しなければいけないなということだと思います。